はじめまして、中小企業診断士で企業プロデューサーの五十嵐和也です。この動画をご覧のあなたは、おそらく独立企業に向けて第一歩を踏み出そうとしている、そういう状況かと思います。あなたの挑戦を心から応援したいというふうに思っています。さて、この動画では独立企業に重要な2つの質問について一緒に考えていく、そういう時間にしたいというふうに思います。独立企業に重要な2つの質問、何かというと、1つ目はあなたの独立企業のリスクは何ですかというところが1つ、もう1つはそのリスクを減らすための対策というものはどういうものがありますか。これが2つ目の質問になります。独立企業、やはりやるからには絶対に成功したいと思うんです。ところがご存知でしょうか、独立企業実は成功する方の方が少ないという現実があります。独立企業、これをだいたい3年後のどのくらい事業を継続できているかという統計を見たところですね、おおよそですが3人に1人しか生き残っていません、まあ、約 30% です。残りの、まあ、70% の方は事業を辞めてしまっている、まあ、失敗というような方がとても多いです。僕はこれまで年間100人の起業家をサポートしてきました。その中で3年後に事業を継続できている割合、これを1回調べてみたんですが、なんとですね 90% を超えていたんです。つまり 30% から 90% なので約3倍、独立企業の成功率を3倍に高めることがこれまでできてきました。どうやってやったのか、それはすごくシンプルに言うとこうです。独立企業に失敗する理由を全部洗い出し、その理由を事前に潰していった、つまりリスクと対策をしっかりとっていた、それが僕のやり方になります。じゃあちょっとお伺いしたいと思うんですが、独立企業に失敗するリスクってどういうものがあるかご存知ですか。これはもちろんいろんなリスクがあると思いますが、僕がこれまでいろんな方を見てきた中で、うまくいかない方の理由って大体実は2つに集約できたんです。その2つ、それがここに書いていますが、お金、つまりお金がなくなってしまうという理由が1つ、そしてもう1つが心、つまり心が折れてしまうというケース、それが2つ目になります。お金が続けないということは、これほとんどですね、売上が上がらないということとほぼ同じです。売上、お客様を獲得し、そしてお客様からお金をいただかなければ、当然ですけれども収益は上がりません。この売上が上がらないというところ、これが1つ目のリスクです。2つ目についてのこの心、これについてはですね、心が折れてしまうということが実はあるんですよ。独立企業を準備中のあなたはちょっとピンとこないかもしれません。いやー、独立企業なんてモチベーション高いし、辞めてしまう、心が折れるなんてわからないっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、実はですね、独立企業をしたらですね、思っていなかったようなことがたくさん起こるんです。全く想定外のこと、そういうことを起こっていくと、だん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 、もしかしたら私には無理かもしれないとか、私には起業なんて合わないんじゃないかって考えちゃう人は結構いらっしゃるんです。でその結果、例えば、まあ、サラリーマンに戻ってしまうとか、起業を辞めてしまうという方がいらっしゃるんですね。これとてももったいないです。そうではなくて、独立起業をやり続ける、つまりどんな辛い状況に陥ってもそれを乗り越えるだけの心、それを持っておくことがとても大事なんだということなんですね。じゃあその2つのリスク、つまりお金と心のリスクについて、どういうふうに事前に対策を考えておけばいいのか、それをお話をしたいと思います。まず売上についてですが、これはですね、売上を上げるために事前準備をしておいてください、そういった話になります。これはいろんな論点があり、簡単に一言では言えませんが、シンプルに言うと、例えばなぜお客様はあなたの商品サービスを買うんですかという問いに対する答えとか、もしくは見込み客を独立起業する前にどれだけ準備できていますかとかですね、実は独立起業する前にできることってたくさんあるんです。独立起業した後にしかできないと思ってしまってるから、何も事前対策をせずに勢いで起業してしまう方が実は多いんですね。それは非常に危険です。ですから
独立起業した後にしっかりと売り上げが上がるように事前準備をしておくこと、これが一つ目の対策。二つ目の心については、これも事前対策が可能です。どういうことかというと、こうです。あなたが独立起業をする理由、それを明確にしておいてください。そういった話です。もう少し詳しくお話をすると、独立起業をする理由は大きく2つに分かれます。1つは自分のための理由、もう1つは他人とか社会のための理由。自分のための理由、例えばお金を儲けたいとか、もしくは自由な時間が欲しい、これもちろん大事なんですが、この理由だけだと実は心が持たないんですよ。持たないんです。お金だけあったら、例えばサラリーマンしてる方がお金儲かるかもしれません。なかなか苦しいことを乗り越えることができない。じゃあそうではなくて、どういう理由がいいのか。自分ではなくて他人とか社会とか、そういうところにベクトルが向いている、そういう起業をする理由です。例えばこの人を、こういうような人を元気にしたいとか、もしくは社会をこういうふうに良くしたい、もしくは地域をこういうふうに活性化したい、とうとう自分ではなくて他人とか社会、そういう方向に向いているあなたの独立起業をする理由、これを明確に言語化することがとても大事なポイントになります。以上、独立起業をする前にできる対策として、売り上げを上げる、もしくは独立起業する理由を明確に言語化しておく、こういうことを事前にやっておくから独立起業に成功しやすくなる、そういうことになるわけです。ついついここに書いてある通り、独立起業の準備の知識として、例えば会社をどう作ればいいのかとか、経理をどうすればいいのかとか、こういうことばっかりに頭をとらわれがちな方もいらっしゃいます。もちろんそれは必要な知識ではありますが、それは独立起業するタイミングでしかない。そうではなくて、事業を継続するためにはやはり売上を上げ、そしてなぜあなたが独立起業し続けるかという理由、それをしっかりと言語化しておくことが大事なんだということになります。じゃあ具体的にどういうふうな準備をすればいいのか、それをですね、このメールセミナーで明日からあなたにお伝えしていきますので、ぜひ僕のお伝えする内容をあなたに個人にですね落とし込み、そしてしっかりと正しい事前準備をしていってください。その結果、あなたの独立起業が必ず成功すると僕は確信をしています。あなたの独立起業を心より応援をしたいと思います。一緒に頑張っていきましょう。